男に転校しました。高校やってんの？高校行ってます。まだ高2なの？まだ高2です、うん、卒業できそう？頑張ります。頑張る。あら、えー、こんにちは。素敵なカンプ。すごい。あ、はい、やってるの今。すごーい。すごい。これは我々が今1号車のリムジンに乗るメンバーですね。はい、行きますよ皆さん。やば、長長い、長くて白い。すごいね。時間ぐらい遊びたい。チャレチャレ、中身がチャレ。僕が最初ですよね。そうですね、はい、ドア入りますので開けさせてもらうので、そしたらエスコートしていただいて、助けてよろしければ。エスコートって何にしたらいいの？降りるときにこうやればいいってことですか？どうなんだろう。いつまでやりたい？こうやって歩きますよ。このレーザー良くないね。すごいよ。悪いことしてるよ。プレミアムイベントの車内でこんなチャラいのなんもないからな。え、大勢こういうの乗ったことある？いや、ないです、ないですね。こういうところでシャンパンとか飲んだことないの？あおいちゃん、飲んでみたい。ないです。さすがにない。そう、ないです。ここで踊ったことはない。ないですね。誕生日の時に友達がふざけて、ね、ふざけて用意してやられたことあるけど、一気に武雄さんも慣れ慣れかと。やらんやろ。この時代にこんなんやってたら嫌でしょ。イメージより素朴だもんね、武雄君。僕ですか？コッペパンって感じ、意外と。その話ちょっと深掘っていいですか？コッペパンって言われたことあんまないんですけど、フランスパンよりコッペパンって感じですね。ああ、でもフランスパンのイメージ、そう、イメージじゃない。世間的にはフランスパンだが、だけど実際はコッペパンだよね。それはなんかいい。揚げパンにしとく？あの、わかんないけど褒めてないよ。いやいや、コッペパンみたいな。すごい褒めてるよ。褒めてる。でもいいですね、コッペパン、ね、ジャムがちょっと中から溢れちゃって。ありがとうございます。あのさ、撮ってる姿が釣りしてる人みたいな。これ皆さんに お見せできないのがあるんですけど。というかそも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 すごい。うわ、外もすごいよ。うわすごい。もうイルミネーションの時期だ。これは好きなんですよ、僕イルミネーション。12月が好きなんですよ、だからイルミネーションが好きで。キラキラでいいよね。やっぱラブストーリーは冬ですよね。そうですね。てかこういうイベントは皆さんやったことあるんですか？うわー、そこまでの規模初めて、うん、映画祭とかぐらいじゃない？ここまで。そうだよね。一つの作品で、クローニケーションとかでもやった。そうなんですか。あ、なんかレッドカーペットみたいな。まさに同じ場所でやってるかもしれない。うーん、ブルーカーペットなんでしょ。ああ、らしいね。この作品のイメージ。それは初めて。カーペット表持ってこられて、満島さん、今ならカーペットの色決められますよって言われて。ああ、マジで。どれがいいですかって、これって指さしたんだけど。じゃあもう光さんチョイスも。わかんない。そう、マジですか。柑橘さんっぽい色にした。柑橘ブルーにした。柑橘ブルーにした。さすがです。ていうか俺それで言うとさ、衣装をなんか差し色で青入れてくださいみたいに言われて、めちゃくちゃ必死に青を探してきたんだけど、うん、葵ちゃん会った瞬間、差し色もクソもねえ。違うんですよ。おい、どうなってんの？って言われて、うん、もう一着持ってきたんだけど、うん、葵ちゃんもこれが着たくて、うん、そしたら光さんが、もう着たいの着ないよって言ったら、なるほどね。ぶちかましてんだ。かわいいね、みんな。おしゃれしちゃって。トアはなんか差し色とかしてんの？やば。あ、ネクタイが青いの。いなくなっちゃった。そういうことで、ああ、いいじゃん。でも2人はこれで売れちゃうんじゃないですか。もう大ブレイクしてしまうんじゃないですか。本当にキラキラしてた。本当にキラキラしてたもんね、2人。めちゃめちゃ素敵だった。可愛かったし、かっこよかった、うん、2人。なんか徹子の部屋の徹子さんみたいな。葵が重鎮みたいな。重鎮みたいな。申し訳ない。誰かいらっしゃいました。誰か
ゲッサユバーバみたいな。ユバーバめっちゃ辛いすごい光ってる。死刑と思うな、多分。あ、でもすごい綺麗。眩しいだね。眩しい。ちょっとあっちが、あっちも向いて。眩しいかもしれないのと、あと車内から俺だけ映ってる。外から。でもなんか嬉しいね、こんなにやってくれて。いや嬉しいよ。いやこれが当たり前だと思っちゃダメだからな。はい。こんなお金かけていつまでできるか。こういうファーストラブとかがめっちゃ世界とかで見られたら多分来年もこの規模で作れるけど、勝負やっぱ日本のドラマダメじゃねってなったらいきなりお金かけられなくなるから非常に我々はラッキーだけどね。日本のラブストーリー愛されてほしいね。愛されてほしいですね。愛されてほしいですね。韓国とかだけじゃない。そうなんだよ。ちょっと他と違う素朴さがあっていいもんね。うん。石狩さんも緊張するんですか。うん、なんかあのジェットコースター乗ってるお腹みたいな感じ。あ、でもわかります。なんか、ね、ほんとこんな、ね、足らないなんか、そうっすねわかんない、まだ大丈夫かも。まだ実感がないんだと思う。予告編見たりとか、いろいろ見ててすごい、なんか最近ちょっと2日前ぐらいに感動しちゃって、みんなの映像を見て、そういうのがちゃんと伝えられたらいいなって方に今シフトして。あー、なるほど。緊張より偉い責任感だ責任感の方に、うん、責任感ですね。そうなんだよな。大事だからね、イベントで我々は何を言うかっていうのは、ね、何言ったらいい。とにかく楽しそうにしてればいいんだ。そうですよね、本当テンションで。まずは満島ひかりさん、佐藤健さんです。いやー、久々にこうフィジカルに対面する機会をいただけてすごい嬉しいですし、こうやっぱ集まってくれたことも嬉しいし、まあ、今日はできるだけこう感謝の気持ちとファーストラブの良さを伝えることができたらなと思います。ありがとう。嬉しいですね。こうなんだろうな、やっぱりこの作品に期待をしてくれてるというか楽しみに待ってくれるのがすごく肌で感じることができたので非常に嬉しいです。まあ、我々も今からそちらに向かいます向かいます。続いて佐藤健さんです。この作品の見どころは、僕が思う見どころはアクションです。それは別にですね、今からいい話するからありがとう、笑ってくれて。走ったり戦ったりするっていうことじゃなくて、僕が現場ですごい監督に何回も言われてたことがあって、もっと体温が2度ぐらい高い感じで、もっと細胞が湧き立ってる感じで、すごい何回も言われたんですけど、僕たちこう恋をしてるとき、好きな人と目が合ったり好きな人のことを考えたりするときって、こう体内の細胞が暴れ回って体温がぐっと上がる。なので今回の、ファーストラブですね、登場人物たちの細胞のアクションをぜひ注目して見ていただけたらいいなと思います。もう本当にその春内さんと八重さんが魅力的で素敵で、なんかこの2人をずっと見ていたいなと、そんな風に思いました。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。はい、この作品の見どころはアクションです。
負けちゃった。何話かちょっとあれなんですけど、僕が担架で運ばれるシーンがあるんですよ、病院に。なんかいろいろありました。で、運ばれてる時に、八重がそこに駆けつけて、まあ要は大丈夫なんですかってこう言うシーンがあって、あそこめちゃくちゃ僕印象に残ってます。眠ってたよね。はい。時間かけるか撮影中にね、うん、僕はだって寝るという芝居を求められてるから。でもね、基礎不明なんです。スピースピーとか言ってたの。聞こえてて、言ってた。佐藤さん寝てますね、寝てみんなで。めっちゃ残ってる理由があって、要はそのいわゆる俳優のなんていうんですかね、こうここぞというなんかこう感情がぐっとなるシーンで、まあ、泣き芝居というクライマックスのシーンで、まあ、大体みんなこうスタッフが 全員こう今日は大事なシーンだからって思ってすごく環境を整えて、でこう長回しで一発撮って一回めちゃくちゃこういいお芝居ができて OK っていうのがまあ普通なんですよ。でまあそういうのはみんな経験があるし、そういうのやってるんですけど、僕が個人的に思うのは、一見なんてことないシーン、例えば多分その僕が担架に乗って八重がこう大丈夫なんですかっていうシーン、多分満島さん的にはここが本当に大事なんだっていうことで、その 1,2 秒のカットのために何回もこう目に涙を浮かべて気持ちをぐっとこう持ち上げてやってる様を見て、めちゃめちゃかっこいいなこの人って実は思ってたんです。寝たけど、うん、本当に思ってた。そのかっこいいなと思えたから安心して眠れたんです。たけるくんとも始まる前に台本の話して、すごいその中でも印象的だったのが、まあ普通の男子だったらこうまあなんかなんとなく過ごしてしまいそうなある場面を、たけるくんがずっと、いやー僕は男としてこの場面でちょっとどういう風にいたらいいか分かりませんって言ってるような場面が、彼女がウェディングドレスのフィッティングをしているっていう場面なんですけれど、なんかその場面の時のたけるくんのこうたけるくん自身の躊躇みたいなものが、役へのすごいこの人は本当に純真無垢に女の人を愛す人なんだろうなっていう印象がを受けて、顔もかっこいいけど心もかっこいいのかよとって、なんかそういう印象は始まる前にありました。褒められたんで、褒められ返した方がいいのかな。ちょっと今体温が2度上がってしまいました。よかったです。ありがとうございます。北海道の街を観光するシーンがあって、市場に行ったじゃないですか。で、たけるさんがこんな大きいカニをスパッとポケットマネーで購入なさってて、それがあまりにもスマートで、あ、やっぱスターは違うなって思いました。美味しくいただきました。こんなでした。本当に大阪についてるカニのあんぐらい大きい、こんなカニを躊躇せずですと購入なさってて、美味しかったです。美味しかったですね。あれは僕結構毎年あそこからもうカニ送ってもらってます。あ、そうなんですね。だから茹でる、やっぱ茹でたてがカニ美味しいんで、そんな大きいカニが入る寸胴もアマゾンで買いました。すごい、いつでも茹でれます。難しいですけど、キスシーンがあったじゃないですか、天狗山で、天狗山という場所で、あ、言ってんな、やめな、あんま言わない方がいい。まあ、とっても大事なシーンがあるんですけど、はい、あ、いいんだ、いいみたいな、細かく話さなければ大丈夫です、ね、要はロープウェイで結構上まで登って、その、まあ、景色が綺麗なところで、2人のすごく大切なシーンがあって、あるんですけど、現場に行って、いわゆるその雲が出てて今日は撮れないっていうのが何回かあったんですよね。同じ現場に撮れないで5回ぐらい。そうなんですよ。だから、あ、まだするなってことかっていう、2人で、あ、まだだ、違うな、まだ。だからそれこそそのさっきのリカ子ちゃんの話じゃないけど、我々は結構今日はって言ってこうなんか緊張というか、こうエンジンかけて現場に入るんですけど、中心になって帰るんで、あ、まだちょっと足りてないのかなみたいなことを思いながら、ので、そこのシーンは非常に運命の何
ていうんですか、神様が許してくれてからやっと撮れた大事なシーンになっているので、見てください。僕と伝えたかったことはすごく監督が伝えてくださったんですけど、本当に贅沢な現場だったんですね。こう見ていただければ分かると思うんですけど、細部までこだわって映像も美しいですし、ワンカットワンカット時間をかけて妥協することなく作ることができて、もう俳優にとってはこれ以上ないぐらい贅沢な現場でした。非常に参加させていただいて嬉しいですし、でもなんかこの環境を当たり前だと思ってなくて、やっぱりまあ当然ですけどすごくお金がかかることだし、結果が出なかったら来年再来年に同じ環境でこうものづくりができるかというとわからないので、まあ日本のエンターテインメントを盛り上げるためにも、こうもしこの先見ていただいて面白いなと思っていただいたら、たくさんの方に広めていただきたいですし、こう一緒にこの作品を盛り上げていただけたら嬉しいなと思います。今日は本当にありがとうございました。